構成。構成は、自ら、光を発し、その質量がもたらす重力による収縮に反する、圧力を内部に持ち支える、ガス体の天体の総称である。人類が住む地球から一番近い恒星は、太陽系唯一の恒星である太陽である。理想気体の状態方程式が示す通り、ガス体の天体は重力に対抗するために内部が、高温。 高圧にならなければならない。しかし、その一方で、宇宙空間の温度は 3K に過ぎず、必ずエネルギーが全方位に流れ出ることになる。これが恒星が輝く理由であり、そのためにエネルギーを供給する源が必要になる。そのエネルギー源は誕生直後の恒星では、自己の重力収縮であるが、やがて水素の原子核融合をエネルギー源とするようになり、 一生のほとんどをその状態で過ごす。重い恒星では、一生の終わり近くになると、各融合する元素を、水素からヘリウムへ変え、順次原子番号の大きな元素を使うようになり、その過程で収縮と膨張を繰り返す。恒星という言葉は、英語、フィックスとスターの和訳であり、地球から肉眼で見た際に、太陽や月、または、 太陽系の惑星に見られるような動きを見せず、天球に向上的に固定された星々という意味で名付けられた。これに対し、天球上を移動していく星のことを、さまよう人という意味で、惑星と名付けられたと言われる。恒星は、このような性質から、古代の人々は、恒星の配置に星座を見出してきた。比較的明るい恒星は、 固有名が付けられたが地方によって名称は様々だった。製表が作られるようになると代表的な製表に付けられた名前が次第に使われるようになった。現在はプトレマイオスがまとめた製表の名称が多く使われる。ギリシャ神話に由来する名称が多いがアラビア語のものもある。これはプトレマイオスの著書がアラビア語に訳されそこから広まったと考えられている。 それほど明るくない構成は、主にヨハン・バイエルのバイエル製表に記載された記号で呼ばれる。これはバイエル記号と呼ばれる。星座ごとに明るい順にアルファ星、ベータ星とギリシャ語の記号をつけるもので足りなくなると小文字のローマ字のアルファベットが、それでも足りないとローマ字の大文字が使われた。バイエルの死後、星座の境界が変更されたため、 例えば、アルファー性がない星座などが存在する。また、必ずしも明るい順に付けられているわけでもない。具体的には、ギリシャ語のアルファベットと星座名を合わせ、ことザアルファー性などと呼ぶ。国際的には、ラテン語を使い、アルファーリレイと書く。この時星座名は続格に活用変化させる。3文字の略譜を使い、アルファールーアと書いても良い。4文字の略譜もあるが全く使われない。 バイエルは混乱を防ぐため、例えばローマ文字の衛星を作らなかった。また、最も星の多い星座でも旧星までしか付けなかったため、R 以降の文字は変更性などの特殊な天体に付けられる。これよりさらに暗い星は、ジョン・フラムスティードの星表に記された、フラムスティード番号で呼ばれる。恒星を西から順に1番星、2番星と数字の符号を付ける。 ものである。ただし、フラムスティード番号は、南天の星座には付けられていないなどの弱点がある。フラムスティード番号で、上記のことザアルファー星を表すと、ことザ三番星、サンリレイ、またはサンルーアとなる。この番号は、フラムスティードの望遠鏡で見たところ、ことザで星端から三番目にあった星ということになる。よく、バイエルが命名しなかった暗い星に十番に番号が、 振られたと言われることがあるが、誤りである。例えば、オリオンザアルファー星、ベテルギウスは、フラムスティード番号では、オリオンザ十八番星なる。多くの構成が、両者によって命名がされている。ただし、現在は、バイエル符号が主に使われ、フラムスティード番号は主にバイエル名のついていない、星に使われる。これよりもさらに暗い星は、さらにその後に決定された、星表。 HD などで付けられた番号や記号で呼ばれる。太陽系内の惑星は地球との距離が近く、互いの光点による見かけ上の位置変化が大きい。そのため、季節ごとで天球上の場所が大きく変わる。しかし、他の恒星の見かけ上の位置変化、固有運動ほとんど変化しないように見える。これは太陽以外の恒星は地球から数光年以上の離れた場所にあるためである。 しかし、恒星は、天球上で完全に静止しているわけではなく、わずかに固有運動を持つ。明るい恒星では、年間0.1秒角以下の固有運動を持つが、太陽に近い星は、より早く動き、これらは高速度星と呼ばれる。その中でも、バーナード星ヒップ87,937は10.36秒角、年の速度で移動し、100年間で満月の半径に、 ほぼ相当する17.2分角を移動する。そのため、特に注意を払っていなければ数十年から数百年程度の時間では、肉眼で変化を確認することは難しい。恒星たちは地球の時点によって、互いの位置関係を保ったまま天球上を回転しているように見える。恒星の見かけの明るさは様々である。太陽を除き、最も明るく見える恒星はシリウス。 大犬ザアルファー星、ついで、カノープス、竜骨ザアルファー星である。しかしこのような視認できる明るさは、構成本来の明るさとは異なり、単位面積の光量は、距離の事情に逆比例して、少なくなる。この見かけの明るさは死等級や写真等級で、表される。死等級 M は、ことザアルファー星が0、0等級になるように定数 C を定め、 地球上の単位面積あたりに届く光の強度 I からで表される。二つの構成の等級差はで表され、これをボグソンの式という。構成は水素やヘリウムを主な成分としたガスの塊である。構成の中心部では原子核融合によりエネルギーが生み出されており、中心から表層へかけて、密度、温度が次第に減少する構造になってる。 これによって、構成の内部には圧力差が発生し、多くの場合は、事故の重力による圧縮との釣り合いが保たれている。また、熱エネルギーは高温部から低温部へ移動するため、中心部で発生した熱は、放射、対流によって表層へ向けて運ばれ、最終的には、光エネルギーとして、宇宙空間に放出される。 恒星は惑星と比べて質量が大きく表面温度も高い。人類にとって最も身近な恒星である太陽は地球の33万倍の質量と109倍の半径5 7 8 0系、摂氏5510度の表面温度を持つ。太陽系最大の惑星である木星と太陽を比べても質量は1000倍、半径は10倍の差がある。 構成の性質には様々なものがあるが、太陽のように安定した段階にある構成。主系列性では質量が大きいほど半径が大きく高温になるという単純な関係が見られる。例えば太陽と同じ質量の主系列性はいずれも太陽と似た半径や温度を持つことになり、太陽の7倍の質量を持つスペクトル型 B5 の主系列性では半径は太陽の4倍。 温度は15,500系前後になる。ただし恒星が主系列性から脱して虚勢化すると温度の低下と半径の膨張が起き、この法則から逸脱する。質量が太陽の8%程度より小さい天体は中心部が軽水素の各融合反応が起きるほど高温にならないので恒星ではなく褐色矮星に分類される。この値は恒星質量の加減値といえる。 また、質量が太陽の100倍を超えるような構成も強烈な恒星風によって自らを吹き飛ばしてしまうため、形成されうる恒星の質量には上限が課せられる。褐色矮星と恒星の境界付近の質量を持った恒星では半径は太陽の10分の1程度になる。主系列性段階を終えた恒星は非常に巨大化し、 例えば、大犬座倍性という赤色調巨星は太陽の1000倍を得る半径を持つと考えられている。太陽自体も数十億年後に巨星の段階を迎えると現在の100倍以上にまで膨れ上がると予想されている。恒星が誕生する際には質量の小さい恒星ほど形成される可能性が高い。 銀河系に存在する恒星の大部分は太陽より質量の小さい K 型や M 型の主系列性だと考えられている。しかし低質量の星は暗いために地球に近いものしか観測できない。夜空に見える明るい星の多くは遠くにある大質量の主系列性や赤色巨星などの数量的には稀だが極端に明るい天体の姿である。恒星は 質量の10分の1くらいの水素原子がヘリウム原子に変わるまで主系列性でいる。構成は周囲よりわずかに物質の密度が高い。それでも地球上の実験室で作ることができる真空よりはずっと希薄な領域である分子雲から生まれる。分子雲の近くで超新星が爆発したり構成が近くを通過したりするなどして分子雲に長乱が起こるとその衝撃波や 密度揺らぎによって分子雲の中に圧縮される部分が、生じ重力的に不安定になり収縮していく。大質量性が作られるとその周囲の分子雲が星からの紫外光で電離されて三光星雲、気仙星雲を作ったり強烈に照らし出されて反射星雲として観測さたりするようになる。このような星雲の例として有名なオリオン大星雲やプレアデス星団の周囲の青い 星雲などが知られている。ガス界の質量が十分大きい場合、熱放射でエネルギーを失うと、自己重力によって収縮し温度はかえって上昇する。このような系を有効非熱が負の系という、重力ポテンシャルのエネルギーの内半分は赤外線で放射され、残りは天体内部の温度上昇に寄与する。こうして熱放射はますます盛んになり、 やがて輝くようになる。これが原子性である。原子星の中心温度が数百万度から約千万系に達すると、中心で水素の各融合反応が始まる。すなわち、4個の水素原子を1個のヘリウム原子に変え、エネルギーを発生させることができるようにる。するとこれが熱源となって圧力を発生し、重力による収縮が止まる。 この段階の構成を主系列星という。構成は一生のうち約90%の時間を主系列星として過ごす。質量が太陽の約8%よりも小さく、各融合反応を持続することができない星、褐色矮星と呼ばれるは、自らの重力により、数千億年、宇宙が誕生してから現在までの時間よりも長い。 という極め長い時間をかけて、位置エネルギーを熱エネルギーに変換しながら、ゆっくりと収縮していく。最後にはそのままゆっくりと暗くなっていき、黒色矮星へと移っていく。褐色矮星よりも重いが質量が、太陽の46%よりは小さい恒星、赤色矮星と呼ばれるは、核反応が遅く。 数千億年から数兆年かけて燃料である水素を使い果たした後、ヘリウム型の白色外星になるとされている。大部分の構成は燃料となる中心部の水素をほぼ使い果たすと、外装が膨張し巨大な赤い構成に変化していく。これは赤色巨星と呼ばれる。約50億年後、太陽が赤色巨星になった時には、 金星を飲み込むほどに膨張すると言われる。やがて核の温度と圧力は上昇し、ヘリウムが炭素に変わる、核融合が始まる。構成が十分な質量を持っている場合は、外装はさらに膨張して温度が下がる一方、中心核はどんどん核融合が進み、窒素、酸素、ネオン、マグネシウム、ケイ素、鉄というように、重い元素が形成されていく。太陽程度の 平均的な質量を持った構成では、中心核での核融合反応は、窒素や酸素の段階で止まり、外装のガスを放出して、惑星上成分を形成する。中心核は、外装部の重力を支え切れず収縮する。収縮すると、エネルギーを生じ再び膨張する。こうして、膨張収縮を繰り返す脈動変更性となる。高密度になったものの、 もはや核融合を起こすことができなくなると縮体物質が残る。これは白色矮星と呼ばれる。白色矮星はゆっくりと熱を放出していき、極めて長い時間をかけて黒色矮星になっていく。太陽の8倍よりも質量が大きい構成では密度が比較的小さいために中心核が縮体することなく核融合反応が進んで次々と重い元素が作られていく。 最終的に鉄が生成されたところで、鉄原子は安定であるためそれ以降は、核融合反応が進まなくなり、重力収縮しながら温度が上がっていく。中心温度が約100億度に達すると鉄の光分解という、吸熱反応が起き、中心核の圧力が急激に下がって、重力崩壊を起こす。その反動で、恒星は超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こす。これは、 宇宙で起こる現象の中で、人間的なタイムスケールで起こる数少ないものである。恒星の質量の大部分は爆発で吹き飛ばされ、かに、星雲のような超新星残骸を作る。この時恒星は、急激に明るくなり、明るさでおよそ1億倍、等級で約20等も増高し、数週間の間、超新星一つが銀河全体と同じ明るさで輝くことも多い。 歴史上、超新星は、今まで星が何もなかったところに突如出現した、新しい星として、発見されてきた。超新星爆発が起こった後の中心核の運命は、恒星の元の質量により異なる。太陽の20倍程度以下の質量を持った恒星の、場合、中心核は中性子星、パルサー、X 線、バースターと呼ばれる天体となる。 さらに重い恒星の場合には、中心核が完全に重力崩壊を起こして、ブラックホルとなる。シゲモトを多く含む、吹き飛ばされた恒星の外装は、やがて再び分子雲を作り、新しい恒星や惑星を作る材料となる。このように、超新星から放出された物質や巨星からの恒星風は、恒星間の環境を形成するのに、重要な役割を果たしている。 構成の形成都市について、より詳しい説明は、構成進化論を参照のこと。構成までの距離測定には、一般的に年収示差が用いられる。これは、地球が、光転運動をする中で、近距離の構成が、遠距離の構成に対して、見かけ上の位置に生じる差を観測するもので、1秒角の示があるとき、構転軌道の中心にある太陽からその対象までの距離を、 パーセク、PC で表す。1PC は3.26光年、2.0610、au そして 3.080km である。現在判明している、年収しさが最大、すなわち、太陽の次に近い構成は、ケンタウルスザアルファ星であり、しさ0.76秒角、距離 1.32PC つまり2.720、au となる。この年収視差を用いる計算法は、 地動説確立後に間もなく意識され、18から19世紀頃から観測が始まり、1837から38年頃に手段として正しさが確認された。構成までの距離が判明すれば、本来の明るさである絶対等級が計算できる。ある構成までの距離を10%パーセクトした場合に見える、死等級を表す。構成の光を分光器にかけ、 そのスペクトルを観察すると、暗い筋である、フランホーファー線が見られる。この線が現れる位置は、構成の表面温度を反映しており、19世紀末から20世紀にかけて、ハーバード大学天文台が高温の O 型から低温の M 型までの7種類の分類を施した。現在は、この7種それぞれをさらに9段階のサブクラスに分け、合計63段階で表示される。 1940年代に同じスペクトルに現れる線の太さや強さが着目され、これが構成の絶対等級と関係することが明らかになった。例えば B や A 型の構成では絶対等級の明るい星ほど水素のパルマー線の幅が狭く絶対等級効果と呼ばれる。これをもとに高度階級という指標が導入され、 ローマ数字の i から v までの5段階で表す。蒸気2種類の分類を組み合わせる表示法は、MK2 次元分類と呼ばれる。例えば太陽は G2V、ベガは A0V、白鳥座のデネブは A2i である。スペクトルを分析すると、特定の元素が示すフラウンホーファー線は実験室で、観察する線とズレが見られる場合がある。これは、 恒星の固有運動によって距離が変化するために生じるドップラー化が影響する。ここから逆に恒星がどのような運動をしているかを分析することができる。また恒星が含む元素構成比を測定することも可能であり恒星の進化状況を判断する材料も与える。恒星は国体放射にほぼ等しい光を連続して放っている。 これを利用して表面温度を測定する方法では B ブルーアオと V ビジュアル化しの2種類のフィルターを通して等級を測定しその差 BV から温度を推計する方法が用いられるこの BV 透過率は色指数と呼ばれ A0 型の構成をゼロと置き青が強いと等級数は小さくなるため色指数が大きいと温度が低く小さいと温度が高いと考えられる 20世紀初めにアメリカのヘンリー・ノリス・ラッセルが恒星のスペクトルと絶対等級の相関関係を図に並べたところ多くの星が左上と右下を結ぶ帯を成すことが示された。また、デンマークのアイナー・ヘルツ・シュプルングも独立に恒星の色と明るさの関係に偏りがあることを示した。この相関はヘルツ・シュプルング・ラッセルズ HR 図としてまとめられ、 恒星の進化を示したものを認識されるようになった。HR 図の横軸は、スペクトルの型で表す場合と、色指数で表す場合があるが、どちらも、基本的に恒星の表面温度の指標である。なお校射は、色等級図と呼ばれる場合もある。HR 図にある恒星の位置は、その星の大きさを知る手がかりを与える。恒星が放射する、エネルギー総量は、 単位面積あたり放射量と星の表面積の積で表される。面積あたり放射量は半径の次乗に比例し、ステファン・ボルツマンの法則から温度の4乗に比例する。スペクトルつまり表面温度が同じで絶対等級が0等と10等の2つの星は、双放射量の差は1万倍になる。これを半径に置き換えると100倍の差があることになる。同じ絶対等級の場合、 A 型、表面温度1万系と M 型、同3000系では、A 型は M 型の3.3倍であり、この4乗が単位面積あたり放射量になるため差は120倍となる。しかし双放射量は同じであるため、表面積では A 型の表面積 M 型の1、120となり、半径では1、11 1となる。X 線は、構成の死後の姿である。 中性死亡死や、恒星の放射物が連星をなす、高密度性に引きずり込まれる際に発生することが知られるが、単独の恒星からも観察される。太陽を X 線観測すると、磁力線のねじれと再結合の際にエネルギーが解放され、コロナやフレアを発する際に放射が起こることが知られている。形成中で若く、 まだ中心で水素の核融合を起こす前段階にある全種系列性という構成は太陽よりも強い短波長の高 X 線を放つ現象が知られる。形成途上の構成は周囲から収縮途上のガスの流入が続き、その核運動量が持ち込まれて時点が速くなる。すると星の内部で対流が大規模に起こり、発生するフレアも太陽の数万倍規模になって、 強 X 線が生じると考えられている。前種系列性は、星間ガスに取り囲まれて、可視光線では観測しづらい。しかし高 X 線を使えば、その位置を知る手段の一つになる。太陽質量の5倍以上の恒星は、表面対流を起こしておらず、コロナやフレアが生じないため、X 線は放射しないと考えられていたが、X 線天文衛星ヘアをマイナスには、このような星から、 X 線を観測した。大質量性は多くの質量を保守風の形で放出しており、これが周囲のガスと衝突すると高温のプラズマが発生し、X 線を放射している。これらの観測は星間ガスの分布を知る上で有用である。なお、大中質量性でもフレアのような磁力線由来の X 線と思われる X 線が観測された例もあるが、 そのメカニズムは分かっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。